すことより君を傷つけたくないんで思い込んでしまった。最終のバスを待ってる間そのタイミングは何度あっただろう。寒さは感じないくらい僕たちは向き合ってたのに、もしもなんて何の意味もない。あ、卒業式まであと何日、その日から何が変わるっていうんだろう。通う場所が変わるだけで新しい友達が増えるだけで、つけてんだろうってもう一人の自分が呆れてるけど、